チャンピオン空位の王座決定戦、1位と2位の対戦、引き分けでの決着はありません。勝った者のみが世界チャンピオンのベルトを手にすることになります。父清、息子健吾、16年目の初挑戦。いよいよ運命のゴングが鳴りました。 WBC 世界スーパーフェザー級王座決定戦12回戦です。迷彩色のトランクス、左構え長島健吾、18古賀ジム、 WBC 世界スーパーフェザー級2位です。黄色いトランクス、赤いベルトラインとサイドラインがタイの世界スーパーフェザー級1位、シリモンコンシンランチャーです。長島健吾はこのシリモンコンに対してステップワークはないけれどもパンチ力がある、右のストレートに気をつけたいと話しました。右を警戒に出していきます長島健吾です。一方のシリモンコン、長島の印象を左ストレートと右フックが非常に危険であると話しました。ファイティング原さん、まず立ち上がり、静かな立ち上がりですね。でも長島君は、まあ、調子が良いだけいいんじゃないですかね。はい、ただやっぱりあのシリモンコン、シリコン、シモン君もですね、シリモンコン、はい、ね、非常にあの怖いですからね。そうですね、ただいつもあの一発だけであの長島君のですね、はい、あの止まっちゃうからね、でも入ってきますからね、はい、シリモンコンはね。長島も右を打ち返します。浜田剛さん、いかがですか。うん、今ゆっくりした立ち上がりでこの状態からもう少し揺さぶりたいですね。揺さぶりたい、うん、新聞校はですね、長島が打ってくる瞬間になるんじゃない、打ってくる瞬間になるんですからね、相手のタイミングをずらすと、長島が打たないとそんなに打ってくる選手じゃないですからね。そうなんですね、街、うん、のボクシングですね。そうなんですね、今みたいに長島打ったら必ず打ってくるんですね、はい、それを合わせるのが上手い選手なんで、そのタイミングを今ずらしたいですね、はい、長島は正面に立たない、打ち終わりに立ち止まらない、自分の足のリズムを使いたいとこの試合前に話しました。飯田聡さん、ここまでいかがですか。はい、スタートすごい軽い立ち上がりで良かったんですけど、右長島、シリモンコン、ああいう強打をどんどん打ってくると思うんですよ。パンチ力があります、はい、でその後しっかりと相手が打ち終わった後にボディ打ったりしてたんで、今のところすごくいい立ち上がりだと思いますね。右を軽快に出していきます長島健吾です。この対戦はスピードの長島、パワーのシリモンコン、そう位置づけていいでしょう。足を使われてアウトボクシングをされると苦しくなるシリモンコンも話しました。うまいステップワーク、ナイスボディバランス、長島健吾足を使う、リズムが自分の心情だ。おい、今左まっすぐの入りましたからね。ありましたね。その時にこれもシリモンコンが左側をしてくるでしょうから、それが気付けたですね。前に出てくるシリモンコン、落ち着いています長島健吾、非常に冷静な表情です。第1ラウンド、まずは自分のペースを掴んでいる両者、長島健吾、画面左、画面右、黄色いトランクス、シリモンコンシンアーチャー対右を出していく長島健吾です。非常に軽快なフットワーク、自分のボクシングの持ち味を発揮しています長島健吾。これは飛び出る左、シリモンコン、ロープ詰めていく、落ち着いている長島。これで長島は後手には回りたくないですね。左、長島、大失敗ですね、いいタイミングで左が決まりました。第1ラウンド終了です。放送席解説は元世界チャンピオンの3人です。ファイティング原田さん、そして濱田剛さん、さらに飯田聡さんです。そして今日はゲストとして次の世界戦が期待されています WBC バンタム級1位定権ジムの西岡俊明選手にもお越しいただいています。西岡さん、はい、世界戦リングサイド間近でご覧になっていかがですか。そうですね、いい雰囲気で、まあ、僕もまたやりたくなってきますね。何かこうこのリング上を見ながらふつふつと力が湧き上がってくる、そんなところもありますか。そうですね、はい。そしてファイティング原田さん、なんといっても注目は長島親子が16年かけてのこの大舞台、気持ちが入るでしょう。長島の親父は僕の弟子ですからね、ぜひそういう意味でも勝ってもらいたいですね。さあ第2ラウンドのゴングです。第1ラウンドは落ち着いて自分のボクシングを展開したサウスポー迷彩色のトランクス長島健吾です。軽快なフットワーク、スピードの長島、リズムの長島、パワーのシリモンコンです。リングの中央、少しずつ前に出てきます。右シリモンコン、落ち着いています長島健吾。シリモンコンはどんどんああいうパワフルなパンチ打ってくるんで、それに一緒に乗っかってヒートアップしない方がいいですね。今みたいに冷静に軽く動いてとずっと動き続けれるといいと思います、はい、浜田剛さん、長島、はい、冷静ですね。それと今若干ゴングに詰まる気味のところがありますよね、これを
ですね。テリー長島激しい打ち合いが展開されます。第2ラウンド、長島健吾はこの試合を前に4月の中旬から2ヶ月間メキシコで合宿を行いました。現在フェザー級で世界最強と言われているマルコ・アントニオ・バレラのトレーナー田中仙台さんのもとでトレーニングしました。その田中仙台さんが初めて日本にセコンドとして今日やってきています。羽鳥さん、はい、赤コーナーなんですが、はい、その田中仙台トレーナーはまだ始まったばかり、まずジャブをついて自分のペースを作っていけ、そう話しています。はい、さあまず自分のリズムを作っていきたい長島健吾。ロープが2回チリモントンの右、チリモントンの右、第2ラウンド長島ターン、第2ラウンド長島ターン、一発です。パワーのチリモントン、一発で長島をキャンバスに沈めました。見つめる父親清須会長、2度目のダウン、2度目のダウン、スリーノックダウン制、長島に残された、許されるダウンはあと1度、頑張る長島、お役の夢、16年の夢。第2ラウンド残る試合時間まで1分あります。ね、今長島がダウンしたところに打ったと。ああなるほど。それで1点減点ですね。ダウンしてキャンバスに崩れ落ちた後にパンチを放ったということで、チリモントンに1点の減点が与えられます。ただダメージが大きい長島健吾、2度のダウンを消した第2ラウンド。残り時間1分きた。あと決められる、決められる。ここで、ここで。これがダウンです。これが2度目のダウン。これが2度目のダウンです。これで。この16年の夢はわずか2ラウンドでその幕を下ろしました。タイの強打天才シリモンコンチンワンチャーの前に長島健吾が2ラウンドでキャンバスに沈みました。両手を上げて喜びます。タイの天才シリモンコンチンワンチャー長島健吾、うっすらと目に涙が浮かんでいるでしょうか。